クロアチアで1日からヨーロッパの共通通貨ユーロが導入されました。ヨーロッパ域内を出入国検査なしで移動できる協定への参加も始まりました。クロアチアは1日からこれまでのクーナに代わる通貨としてヨーロッパの共通通貨ユーロを導入しました。ユーロ圏は20カ国に拡大します。また同時にヨーロッパ域内を出入国検査なしで移動できるシェンゲン協定への参加も始まりました。協定参加国との間で陸路と海路は1日から、空路では3月26日から自由な往来が可能となります。クロアチアは2013年に EU ヨーロッパ連合に加盟した最も新しい加盟国で、EU 統合が進むことになります。ロシアのウクライナ侵攻が続く中、2023年も EU が結束して対応できるかが注目されます。